かく作るドラムがうなる何回も繰り返す作業怒りと悲しみが全てに作用ジャンルとか気にしてない教科書パズルみたいな人間関係当てはまったり当てはまらなかったりがっかりしたり喜んだり周りの人に好み委ねたり寝たり泣いたりてまた俺だけいや違うよみんな同じだね全員ヒーローで全員被害者だから人はまた人に心開くのさ今日という短めな人生中のほんの一場面叫ぼう明日が来なくなる前に俺らの前に喜びがなくなる前に手放すことに得ることまた周りに人が増えることそしてだんだんと人が減ること生きてんだって今日という今日暴走する人生を噛み締めてまた他人に意見を突き出して透明の紙に自分映してロストされないライフ貫いてこうぜ誰かの色に染まるくらいなら俺はこの息止める誰かと誰かが喧嘩しもめるそれくらい人は人を求める純粋なくらい辛い虚しさだけどそれも一つの俺らしさマシなこと言えって言われるけどありきたりにするよりはマシだろ計画的じゃなくったっていいし周りに合わせなくったっていいくたくたな日々日常を費やして我慢しても無理なことはなしで走り切ってればゴールはあるし分からないことも分かってくるし苦しい時こそ他人を頼ろう互いに迷惑をかけ合って死んでこう手放すことに得ることまた周りに人が増えることそしてだんだんと人が減ること生きてんだって今日という今日暴走する人生を噛み締めてまた他人に意見を突き出して透明の紙に自分映してロストされないライフ貫いてこうぜ手放すことに得ることまた周りに人が増えることそしてだんだんと人が減ること生きてんだって今日という今日暴走する人生を噛み締めてまた他人に意見を突き出して透明の紙に自分映してロストされないライフ貫いてこうぜノイズ混じりのこの世遊びを誰かが見届けてくれるのなら声を出して投げかけるきっとこの思いはどこかへと届くはず耳澄ましたら今日と明日がつながる瞬間が聞こえるから静寂を切る音楽部屋で爆音にしてみんなで聞こうなノイズ混じりのこの世遊びを誰かが見届けてくれるのなら声を出して投げかけるきっとこの思いはどこかへと届くはず耳澄ましたら今日と明日がつながる瞬間が聞こえるから静寂を切る音楽部屋で爆音にしてみんなで聞こうな手放すことに得ることまた周りに人が増えることそしてだんだんと人が減ること生きてんだって今日という今日暴走する人生を噛み締めてまた他人に意見を突き出して透明の紙に自分映してロストされないライフ貫いてこうぜ手放すことに得ることまた周りに人が増えることそしてだんだんと人が減ること生きてんだって今日という今日暴走する人生を噛み締めてまた他人に意見を突き出して透明の紙に自分映してロストされないライフ貫いてこうぜ Thank you.